人と違うところを自分はこだわってやってきたから、その壁が壊れるまでひたすらボール蹴ってました。まずはその自分が何をしなければいけないのか、そのピッチの中で一番自分が上手いって思うプレーしないと絶対に相手には勝てないし。ありがとうございました。アスリート知恵袋 in 東広島市ということで始めていきたいと思います。早速講師の井林明選手に登場してもらいたいと思います。皆さん拍手でお迎えしましょう。お願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。こういったあのイベントを届けさせてもらっている背景には、地元企業さんのいろんな企業さんの協賛で成り立ってます。ハイベックさん、福原産業株式会社、紅葉産業株式会社さん、株式会社アクセスさんがこの今回協力してくれてます。井林選手がどんなこう人生を歩んできたかというのを折れ線グラフで表現してもらいました。はい、井林選手決してこう右肩上がりのこうサッカー人生ではなかったんですかね。そうですね、まあ、試合に出られない時期も多かったですし、大怪我もありましたし、本当にこう自分が強くなるきっかけがたくさんあった人生だなと振り返って思います。ではですね、まずその井林選手の自分らしさその1、目の前のことに全力を尽くすというところに、まあ、付随するようなもので、負けず嫌いな性格、まあ、先ほども言われてましたけども、それがこの人生の中で出てきた場面だったり生きてきた場面についてちょっとどんな経験があったかお話ししていただけますか。中学の時はクラブチーム入ってて、で最上中いた時は僕、練習がない日は陸上部として活動して、もう週7もうずっと動くようにしてて、でその陸上でもしっかりやって記録会でも結果残せるようにいろんな種目やりましたし、人と違うところを自分はこだわってやってきたから、そういう、努力がつながったのかなと思います。自分の役割を 100% 発揮するためにやるべきことを整理する、自分のやるべきプレーとかやるべき仕事っていうのをやることができた時に、それが結果としてチームに貢献したっていうことにつながると思うので、まずはその自分が何をしなければいけないのか、公園とかでどういうトレーニングというか自主練習をやっていましたか。僕は、まあ、自慢ではないんですけど、家の前に壁があって、その壁が壊れるまでひたすらボール蹴ってました。どういうやって自分に自信をつければいいかというものを教えてもらえたらなと思います。ピッチに入ったそこからは0対0から11対11が始まるんで、そうなった瞬間自分はどんな相手であってもこのピッチの中で一番自分が上手いって思うプレーしないと絶対に相手には勝てないし、まあ、僕が言ってることが全部正解ではないとは思うんですけど、まあ、僕がこれまでの人生の中でこう成功してきた秘訣っていうのは間違いなくブレずにやってきたこと。ありがとうございました。